赤い光が出ますけど、近赤外線っていう赤い光で、まあもともとまさにこういう慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、足痛いじゃないですか。こういうのに効きます。まあ、あとは皮膚病とか、反対の横にも気になったりもしますけど。目薬、目薬です。はい、じゃあごめんね。はい、じゃあいい話で言うか。ごめん。この子結構気が強いのかな。うさぎさんの割には割となんか怒る怒りますね。レントゲンの時もねちょっと怒ってました。これもあって怒ますね。どうしてまあ痛いからね、ああいうポジション取ろうと思って痛い足引っ張ってるから痛いせいもあるんですけど。手術をしてくれとかって電話があったんですけど、何のことかなと思ったら、ないよ、大丈夫だ。はい、前と痛いね。足のダンとかしたことないの？あ、そうなんですか。じゃあこの間初めてしたらしくて、それはなんか虫が飛んでてるんですね。それで虫に入れて、それで虫が飛んでて、ドンとかしたことないの？だからそれ初めてしたって言って、この子は、うん、そうなんだ。だからあんまり怒らないと思うんですけど、うん、ちょっと怖かった。その右の前足が相当痛いんじゃない？今日さっきレントゲンの時怒ってましたから、うん、痛いよね、足カバーで。これでさ、家帰ったらさ、さっきかばってなかったじゃないですか、うん、でも家帰ったら安心してまたかばう可能性あります。横になりますよね。ずっと座ってた。さっきどうでした？そこで。いや、乗ってます。あ、そうなんです。横になって。ここでは寝れない。寝れないと思います。緊張して。そこまで。はい、1分やれた？はい。はい。寝れました。じゃあ、あの、うさぎさんによく使うこれね、メタカムっていう商品名で、メロキシカムっていうお注射なんですけど、消炎鎮痛剤。ステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤ね。これ打ちますね。痛くない。痛い。痛いよね。うん。ちぐっとね。ちぐっと刺すと痛いよね。刺すとき痛いけど、なるべく細い針だから痛みは少ないと思いますけど。うん、偉い。痛くない。痛かったけど我慢したんだよね。はい、じゃあこの子のカゴ持ってきて。痛くない。はい、じゃあここにちょうだい。はい。で、光線照射と塗って。はい。じゃあ移して。はい、パーちゃん。パジャーナーからラテちゃんね、頑張ったね。ごめんなさい、手伝ってもらっていいですか。大阪。あ、じゃあちょっと話しちゃっていいかな。あ、じゃあ入ってきてください。大丈夫でした。靴のままで大丈夫ですよ。